チャッキー王子のホラー映画館、吸血鬼ゴケミドロ。はい。見てない方、これから見る方はブラウザーバックよろしくお願いします。はい。吸血鬼ゴケミドロです。はい。チャッキー王子です。ご機嫌いかがいですかおはようございます。こんにちは。こんばんは。おやすみなさい。これから行く方、行ってらっしゃい。はい。えー。今日はですね、日本が誇る、えー、あのタランティーノも大好きだという、 吸血鬼オケミドロの紹介です。ある一機のジャンボジェット機が不時着いたします。はい、乗っぱらでね、荒野に不時着するんですね。ほんで、水もない、えー、死人も出ているで。生き残った人間の内毛羽模様があの展開されるんですけども、あのそこにですね、えーと、一人の殺し屋がいまして、えー、それがですね、えーとまあ、逃げるんですけども、 あの、まあ、UFO にさらわれちゃうんですよ。ほんで、UFO にさらわれてどうなるかっていうと、あの、額がパックリ割れて、そこにですね、アメーバ状の物体が入って吸気付きになってしまいます。はい。それがえ、人間を襲う、生き残った人間を襲うという怖い話でございましたね。はい。えー、とても怖い話で、菊池俊介さんの音楽も非常に怖く演じております。 はい。えっ、ー、と、もう額がパックリっていうのは本当に怖いですね。吸血鬼って言っても人の血はすいません。あのー、とにかく、あの、人を襲いまくりますけども、ええー、まあ、宇宙人の侵略者なんで、ええー、まあ、あの、まあ、見てもらったらわかるように、最後に落ちたと思った荒野は、実は日本の、えー まあ、裏山で、近くにホテルとかね、街がいっぱいあるとこやったんですよ。なんだと思ってみたら、人が全員いないんですね。そして最後は宇宙船がたくさん襲来して終わるという、救いようのない終わり方でした。はい。えっ、ー、と、まあ、本当に救いようがない映画で、よくできた映画ですね。で、コケミドロ、吸血鬼コケミドロの、えー、特徴っていうのは、 タランティーノが好きなのはゴケミドロの空色って言いまして、真っ赤な空が続くんですね。あ血の色のような空。そこにカラスが飛び込んできたりとかね。終末感が漂ってまして、すごくいい雰囲気でございます。はい。えー、吸血鬼ゴケミドロ U ネクストにもありますので、どうか見てビビってください。かなりビビりますよ。はい。百獣寺でした。チャンネル登録よろしくね。